さんの思いとかできなかったものとか、いろいろなものを背負って本番を臨みたいなと思います。はい、そうですね、台風の影響で今日が初日という形になってしまったんですけども、この分館山の皆さんにこう勇気づけられるような作品をお届けしたいなと思いますので、まずは僕らが精一杯楽しみたいなと思います。台風でその発祥の地の館山で、あ、正面ですよね、そうですね、館山で、初日を迎えられなかったことはすごく僕自身残念ではあるんですけど、まあやることは変わらないので、僕らがやることはそれをしっかりと届けられればいいなと思います。はい、そうですね、天災に天災が重なって、結構被害も多くなって、いろいろ大変かと思いますが、嵐の後はきっと晴れると思うので、その晴れる、最初の門出だったりするのがこの東京公演になるのかなと思います。頑張ります。やっぱり自然災害にはちょっとかなわないなというか、正直館山で僕ら初日を迎えれるようにたくさん準備してきたのですが、そのできなかった悔しさっていうのもやっぱありますし、今回の舞台で同じように災害のようなものがこう舞台に出てくるんですけど、やっぱその中でもこう強く生き続ける、ものたちを、表現して、しっかり皆さんに勇気づけれる舞台にしたいなと。はい、今回里見八犬伝館山公演、館山でのお話なので正直できないのが未だに悔しく思います。ですが、こういう時だからこそ座組の力というものを僕たちは発揮できると信じていますし、皆の思いも一つなので、少しでも皆さんにとって力になれるような作品を届けていきたいと今思っています。里見八犬伝の発祥の地館山、僕とこの八犬士の3人はその本番の前に館山まで足を運ばせてもらったんですけど、やはりすごい皆さん里見八犬伝を愛していらっしゃって、その皆さんに見てもらいたいなという気持ちで頑張っていたのですが、とても残念で悔しい気持ちでいっぱいです。でも館山だけに限らず、全国すごく台風の被害たくさんあるところもあると思いますが、僕ら全国回らせてもらって少しでも皆さんに勇気づけられる公演をできればなと思っております。本当に大変な中でもございますけども、初舞台でいろいろ足りないものもたくさんあると思うんですけど、今できる全力を精一杯全力で出しますので、楽しみにしててください。よろしくお願いします。2012年に震災からの復興をテーマに、この幕を開けた里見八犬伝なんですが、7年経って今回は4回目になります。そして令和という新しい時代を迎えて、新しい素敵な八犬士が揃い、そしてですね、2014年の千秋楽、2017年の初日と、大変思い出深い館山の地で今回開けられることを、スタッフ、キャスト一同心待ちにしていたんですが、3日スタッフが準備したところで、大変残念なんですが、止まってしまい、しかしその館山公演を、なかったことにするのではなく、第0回目心の中の第1回目公演としてこの東京の初日を迎えたいなと思います。そしてまた館山ばかりでなく、この間の台風で被災された、他の県、そしてまた、震災からも、10年近いこの時間が流れてますが、まだ爪痕はあちこちに残っていると思いますので、そういった皆さんにも、この里見八犬伝の魂をお届けして、皆さんぜひ劇場を、ね、楽しんでいただければと、全力を尽くしてもらいたい。本当に4回繰り返して毎回この劇的な変化をね、キャストの皆さんとこの作ってきた八犬伝なんですけれども、今回の皆さんは本当になんか素晴らしいんですよね。いろいろもうリクエストにも即応えてくださるし、芝居全体のクオリティも大変上がってると思います。とにかくなんて言いますかね、館山での初日が飛んだと言いますかね、伸びてしまった分だけ、僕たちスタッフも今も全力で作品を作っているんですけれども、このクオリティが上がるのは本当ひとえにキャストの皆さんが頑張ってくださっているからだと思います。東京で開けるこの公演を早く全国に届けたいと、そんな思いで迎えていただきますので、ぜひ皆様本当応援をよろしくお願いいたします。
そうですね、今回僕舞台としては、2回目で、そして初めての、座長を務めさせてもらうということで、しかも盾も初めてということで、初めて尽くしのことで、正直一番初めはものすごく不安だったんですけど、この八軒、そして深作さんはじめ、他にもたくさんのキャストさん、スタッフさんに本当に今回はたくさん支えていただき、舞台ってこんなに楽しいんだって、初めてって言ったらあれですけど、思えた作品で、今回今日初日を迎えれることがとても嬉しく思いますし、皆さんに少しでもみんなのこの頑張った1ヶ月半が伝わればなと思っております。そうですね、初舞台、いかがでしたか。難しいです、すごく、動きなんかセリフのなんか声の大きさ、なんか何もかもなんか未知の世界で、なんだろう、その盾があるので、感情と心、感情と心は一緒ですね、心と、体 の、 バランスを取るのがすごく難しくて、感情を表に出さないといけないんですけど、感情を本当に出しすぎるとなんか怪我とかにつながったりするので、そこをセーブしながら難しいですし、本当に難しいことがたくさんあったんですけど、こうした素敵な仲間たちに囲まれながら作品を作れているので、僕はすごく楽しんでやっております。僕は今まで培ってきたその芝居のことだけではやっぱりできないことだったりとか、足りないものがすごく見えた稽古期間だったんですけど、その中でもやっぱり周りの方々が本当に素晴らしい方々だったので、その人たちのを見て学びながら今初日を迎える感じなんですけど、やっぱどんな感じなんだろうっていうのが今一番ありまして、それを初めて体感するんですけど、それを楽しみながらできればいいかなって。はい、本当に素晴らしい作品であることは間違いありませんけれども、皆さんに、勇気と感動を与えられるように、一丸となって最後までみんな怪我なく健康に気をつけて、無事に千秋楽まで迎えればいいなと思っております。本日はお集まりいただきありがとうございました。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 